はようございます。2月7日朝6時52分の相場解説になります。相場解説というよりも今週の反省になりますけども、このね、今1時間を見ていただいてるんですが、私の考えではですね、こちらですね、こちらで一旦下がった後にぐーっとね、もうちょっと大きく下がってくれるんではないかなと思ったんですよ。あ、違いますね、すいません、こちらでしたね。こちらで下がった後にぐーっとね、もうちょっと大きく下がってくれるかなと思ったんですよ。で、そうではならずにこういうふうにね、上がっていったということがオチだったんですよね。で、偶然ですけども、この丸の中のね、陰線、あ、陽線か、陽線、青い線ですね、青い線が陰線なんですけども、この1本に関して私はロスカットを食らいながらも3000円の利益をまあいただいたということだったんですよね。で、ゼロラインというお話をしますけども、ゼロラインって何かっていうと、例えばこのチャートがですね、大きく下に下がると思った時に、エントリーした後にロスカットラインを、例えばね、ここに引くじゃないですか。ロスカットラインここに設定して、でもこの矢印のように下の方に下がってきたんで、反転して陽線に切り替わっても損が出ないように、このロスカットラインをね、意図的にこういう風に下げるわけなんですよ。で、ここで、さらにこの矢印の方向に向かうことを期待してチャートを離れて、他のことをするって感じなんですよね。そうすると予定通りに大きく下がれば、エントリーポイントからリスクリワード 1.3 から 1.5 で取った時に、まあ、この辺でね、自動的に決済してくれて利益が取れてよかったなってことなんですよね。で、もう一つ、この矢印の通りにならずに急反転が始まった時でもロスカットされる点がここなんで、プラスで終われるってことなんですよ。もともとのロスカットラインここなんでマイナスで終わっちゃうんですけども、これはね、相当自信がある時だけやれるんですよね。相当自信があってロスカットラインをぐーっと変更して、ここで刈られても文句ないよっていう場合です。ですから、まあちょっと上級者向けではあるんですよね。だからあんまりすぐに使えるようにはならないと思います。というのは、ロスカットラインをこういうふうに変えちゃうと、例えばね、一瞬こっちに向かって、それから大きく下に下がる時に対応できないんですよね。ロスカットラインを下げてると、ここで刈られて、で、エントリーの、要するに玉がない状態でこっちに向かっちゃったらね、もったいないと思うんですよ。まあ、ですので、この反転もちゃんと覚悟した上でできる方ということになります。では、ちょっとね、1日から見てみましょう。デイリーね、今日はアヒルちゃんです。で、これがデイリーなんですけども、私が考えていたのはこういう風に下がってきて、窓がここに開きましたよね。窓が開いた後下がってきて、窓はあんまり気にせずに埋めるんではなくって、このまま下の方にどんどんね、向かっていくんではないかなというふうな、このトレンドがもうね、終わったんではないかなと思ったんですけど、トレンド続いてますね、これ。どうやらね、ここのトレンド、ここのトレンド、ここのトレンド、反転する3つの点が綺麗にできました。これがね、予測できなかったのが私の甘いところですよね。で、4時間です。4時間はコルタックちゃん、4時間なんですけども、これ4時間かいな、違うな。4時間はこれです。4時間なんですけども、ここに窓がありますよね。私が考えていたのは、窓を埋めることがまずはないだろうと思って、ここだったんですよ。で、窓を埋めることがあったら、埋めた後に下がっていくと思ったんですよね。こういうふうにぐっと埋めた後に。ああ、埋まった、安心だって。で、それがまさにこの陰線2つですよ。そしたら、埋めた後にぐーっと下がるんじゃなくて、さらに上の方に行っちゃったんで、プラスにはなりましたけども、ロスカットを食らいながら、今ね、途方を遅れて見ているという状態でございます。まあ、このままでしたらね、ここまで行きそうですね。まさにね、もうここが、抵抗体だったんですよ。ゾーンだったんですよ、ここが。最初から。で、まあ、この、なんて言いますかね、下がった後に、N を書いて大きく下がったというところがあってね、そっから、ここの抵抗体とここの抵抗体というドラマがあって、これを突き破っていったんだけども、結局この抵抗体ゾーンを破れずに、ああ、もうこれは下に行くんだなと。この抵抗体も破れるわけないよねと思ったら、破ってズバッと行っちゃったんですよね。ということで、反省大きい1週間でございました。プラスにはなりましたけどもね、ちょっとこう、勝ち損じたという感じでございます。皆さんいかがだったでしょうか。じゃあまたね、来週頭を空っぽにして、また来週月曜日からまた組み立てていこうかと思います。本日は以上です。